ぱり理解できないよ。散々ひどい目に遭わされてきたのに、ほんの何年か優しくされただけで、あんな。俺もそう思うけどさ、そうするだけの理由があったってことじゃないか。300年分の恨みより上の理由ってどんな理由？300年虐げられてきたからこそ、ディオハリムが救い主に見えたのかもしれないな。ちょっと、アルフェンまでどっちの味方なのよ。落ち着けよ。俺が言いたかったのは、ただ思い込みだけで動くとろくなことがないってだけだ。やっぱり理解できない。